はい、DDBJ の中村と申します。講義資料なんですけれども、GitHub の、テキストで、出しておりますので、つながらない方とか何かおかしいぞっていう方がいたら、手を挙げてください。講習で手を動かしながらやっていただきますので、何かおかしいとか、言った通りにならないというようなことがありましたら遠慮なく手を挙げてください。置いていかれるとすごく寂しい感じになります。で、まずですね、自己紹介をさせていただきますと、私、ツイッターだとアットマークの安和で、イカスミパパとか猫教授とも呼ばれています。で、元祖使い倒し系バイオインフォーティストと自称しておりまして、バイオデータベースとウェブツールの手取り足取り本とかですね、これかなり昔の本なんですけど、皆さんにかなり使っていただいて、長浜バイオなんかでは教科書にもなっていた、本ですけれども、こういったものや、MacOS 10で、バイオインファティクスやりましょうとかですね、マウント本ですね、バイオインファティクスの決定版の教科書の、遺伝子予測のあたりの翻訳をしていたりしました。で、長いことカズサ DNA 研究所というところにいまして、アラビドプシスですね、白犬ナズナの、ゲノムの4分の1の解析、日本がやった担当の分は私が遺伝子予測とデータベース構築をしました。で、あと、シアノベースという、光合成細菌のゲノムデータベースで、これは世界中で使われているやつですが、光合成系の研究者の方に使っていただいているやつですが、これ の提供などをしています。で、7年前から DDBJ ですね、遺伝研に移りまして、職を得まして DDBJ、DNA データバンクオブジャパンというのをやっております。で、DDBJ とは何かというのは、皆様の中で、DDBJ に配列を登録したことがあるという方、どのくらいいらっしゃいますか。このくらい。はい、DDB、そうか、そうですか。塩基配列を扱っているお仕事をされている方ってどのくらいいらっしゃいます。意外と少ない感じですね。分かりました。はい、ありがとうございます。DDBJ というのは DNA データバンクオブジャパンでして、お手元の端末で、www.ddbj.nigacjp、あるいは、Google でですね、DDBJ で検索していただければ一発で出てくると思います。で、こういうものでして、ですね、塩基配列データバンクです。で、どういうことをやっているかというと、全世界で解読された塩基配列を、査定して受け入れまして、データベースに蓄積すると。で、一つの INSDC という大きなデータベースを作っています。で、それを公開して共有する。で、今はインターネットで公開していますけれども、昔インターネットが、ウェブとかがない頃にはテープで、皆さんに郵送していたりもしていたようです。で、こういう仕事で、とにかく塩基配列をただデータベースに突っ込みゃいいってわけじゃなくてですね、塩基配列の情報をきちんと査定してですね、アノテーターという人たちが査定して受け入れます。で、アノテーターという人たちが今15人いるのかな。で、半分以上がドクターを持った専門の生物学的知識を持った人たちがきちんと査定して受け入れて公開して共有しています。で、これは DDBJ は国際塩基配列データベース INSDC の一員でして、これはアメリカのジェンバンクですね、これジェンバンクが一番有名なんですけれども、で、欧州のヨーロピアンニュークレオタイドアーカイブ ENA で、それから日本の DDBJ が、それぞれデータを受け入れて、一つの大きなデータベースを作っているという状態にあります。で、NCBI のテーマカラーが青 でヨーロッパが、緑なんで、 DDBJ はオレンジを選んでおりまして、今日私は、オレンジ色のポロシャツを着ているのが一応テーマカラーで臨んでいるという感じになります。で、これが INSDC に関わっている人たち全員のリストですね。ちょっと前のものですけど、この時には、トータルで139人の人たちが、INSDC に関わっていまして、世界でも最も、古くから、あってよく知られている、生物系データベースということになります。で、世界3局ですね、 EBI、DDBJ、NCBI が、やってますよみたいなことを言うんですけれども、日本の遺伝研、我々が提供しているのは DDBJ、昔からある DDBJ というトラディショナルなデータベースと DRA という NGS のデータベース、それから JGA といったものがあります。で、アメリカの NCBI を見ますと、ジェンバンク、SRA、それから、転写配列なんか扱っている方はご存知だと思いますけど、 GEO であるとかですね、皆さんが論文を引くときに必ず使う PubMed であるとか、リファレンスのシーケンスのデータベースの RefSeq であるとか DBGAP みたいなものがあります。
でヨーロッパも、アレイエクスプレスであるとかユニプロット、インタープロアンサンブルみたいな皆さんがよくご存知の、データベースがあります。で、まあ、比較するとしょぼーんという感じになっちゃうわけですね。でこれはなんでこうなってるかというと、ENA の株にはですね EBI ヨーロピアンバイオインフォマティクスインスティテュートというものがありまして、ここにはまあ500人ぐらいの、研究者がいます。でいろいろ開発をしている。でジェンバンクの方も NCBI ですね、ナショナルセンターフォーバイオテクノロジーインフォメーションの、ここには約300人ぐらいの研究者がいて、たくさんの開発をしている。で我々のところにはそれに対応するものがないんですね。で今回NVDC の方や PDBJ の方と一緒に講習会を開いて、仲良くなってこういったですね、アライアンス、別に箱物はいらないんでアライアンスができて、 DBCLS の人たちも合わせて、開発できる人たちが、これに相当するようなバーチャルな組織ができるといいなと僕は、なんとなく目論んでいます。で、DDBJ が運用しているデータベースなんですけれども、古くからある、僕らはトラットと呼んでるんですが、塩基配列をきれいに決めてアノテーションをつけてですね、何番から何番までに、遺伝子がありますよといったものを収めているトラットな DDBJ というものがあります。でそれから、2008年か2009年ぐらいからやってるんですが DRA というのがありまして、これはNGS ですね、次世代シーケンサーと呼ばれているもののアーカイブです。でそれから、それらを束ねる、データベースとしてバイオプロジェクト、プロジェクトを記載するデータベースとサンプルを記載するデータベースというものを、提供しています。でそれから、一昨年ぐらいから始めてるんですが JGA ですね、これはNVDC の方がすでにご説明済みだと思いますけれども、個人の遺伝型と表現型を収めている、完全公開ではなくてですね、申請して認められれば使えるというデータベースを提供しています。で、今もう話しちゃったんですが DDBJ のデータベースというのは、まずトラディショナルな NSDC コアの部分というのがあります。でこれが、DDBJ の登録ファイルの一例ですけれども、塩基配列が、末尾にありまして、その塩基配列に関わるデータですね、データに関するデータですから、メタデータと呼んでるんですけれども、そういったものが上の方についています。でどういう生物種から取られたか、論文があればどういう論文に記載されているのか、でそれから何番から何番までに遺伝子があって、それをトランスレーションするとこうなりますよみたいな情報が書かれています。こういった形式で、提供しております。で、遺伝子や立体構造の論文を書くときには、当然それに関する、アクセッションナンバーの登録が必要になります。でそれを、みんなが再利用できるように、それをみんなが検証できるように、登録しなければいけないというのが、大抵の雑誌には書かれているわけです。投稿規定に書かれているわけです。で、塩基配列であれば DDBJ であるとかですね、当然エンブル、ジェンバンクがありまして、で、構造であれば PDB に登録してくださいよというようなことが書いてあります。でこれはグロースを書いてるんですが、ざっくり、登録数でいうと先ほど の塩基配列の塊でいうと 1.8 億登録ありまして今ですね、で塩基数でいうと1800億塩基が登録されている状態にあります。で我々は特許の塩基配列、それからアミノ酸の配列も受け入れておりまして、全体の INSDC のトラドの中の 15% ぐらいがパテントになります。でそれぞれ3分の1ぐらいが、アメリカの特許庁、ヨーロッパの特許庁、JP、日本の特許庁から、受け入れているデータになります。で、我々は韓国、リージョナルな、理由もあって韓国のデータも受け入れていまして、それが 1.4% ぐらいあるという状態にあります。で、INSDC に多くの配列が登録されている生物種というのを見てみますと、登録数が多いものほどでかい字で示すという、表現方法で表しますと、人が一番多くて、で人を対象にしたモデル生物としてマウスとそれからラットが、それに次ぐ感じになります。で最近目立つのは、それ以外に産業上重要な生物ですね、牛であるとか豚であるとかトウモロコシみたいなものが、増えつつある状況にあります。で今我々が直面しているのは生物学の情報爆発でして、 NGS というのが使えるようになってきています。で次世代シーケンサー、次世代シーケンサーとネクストジェネレーションシーケンサーと呼ばれているんですが、でももうこれ使えるようになってから何年も経っているので、もう次世代じゃなかろうって言って、我々は新型シーケンサー、ニュージェネレーションシーケンサーと呼ぼうと、何年も提唱してきたんですが、もう最近はニューでもなくてどうしたらいいかわからないんですが、とりあえず NGS という名前で通用しているものがあります。でこれ例えばイルミナのハイセックの、2500とか2000を使いますと1解析で6000億塩基ですね、600ギガベースが読めるので、
1解析でまあざっくり200人前のゲノムが取得できるという、恐ろしい機械です。で、これがまあどういう原理で動いているかというのは、皆様のところにある講義資料にも、リンクしておりますけれども、YouTube で動画がありまして、これをつらつらとですね、言葉で書くよりは、動画見ていただいた方が早いので、私の話が退屈であればこちらの方を皆さん見ていただけると、なるほどこういう原理なんだなというのが分かると思います。で、要するに集積度が非常に高いので高速に配列が決まるんですね。で、例えばマイクロタイタプレートなんかの集積度を考えますと、このぐらいのハガキぐらいのサイズで384連の反応しかできないんですけれども、ソリッドステート個層のですね、ガラスの上に DNA を貼り付けて、その上で PCR で増やして、でそこで発光させるので、このぐらいの小さいもので数千万スポット、桁が全然違うということになります。で、さらにオックスフォードナノコアあたりで Google 検索していただけると出てくるんですけれども、この USB に接続してこの電力で動いて、そのままデータ取るで使い捨てみたいな、約1000ドルぐらいのシーケンサーっていうのが出ようとしてきます。で、こういうものが使えるようになると、もうフィールドに出てこの昆虫なんだろうとか一生懸命携帯調べなくてもですね、足1本取ってで DNA 抽出して流しちゃえば 16S で分かるみたいな時代がやってこようとしています。で、とにかく塩基配列を取るのがものすごく簡単になってきているわけです。で、こういった、ですね、これはシーケンスのデータですね、こういった NGS で出てくる大量のデータがどういうエコシステムで、流れていくかというのを、概念で示した図ですけれども、NGS のリードをアセンブルして、コンティングとして、ゲノムを仕上げる場合にはアノテーションをつけてゲノムのペーパーを書きます。で、ゲノムのデータベースを作る人たちがいて、それを使ってペーパーがいっぱい出て、でリアノテーションでどん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 アノテーションが良くなると。で、ゲノムのペーパーを出すときには当然DDBJ、ジェンバンク、ENA、トラットナ、INSDC に登録していただいて、で、このゲノムデータベースで良くなったデータというのはリアノテーションがここで更新されるといった、ところを期待しています。更新してくれない人もいるんですけれども。で、マッピングですね、すでに分かっているゲノム、例えばヒューマンゲノムの上でどういうふうにトランスクリプトームが動くかみたいなことをやりますと、オミクスのペーパーが出て、そこでは GEO とか RExpress といったものに収められる。で、日本にはそれに対応するものがなくて作らなきゃいけないなと思っているところです。で、それからこの NGS リードの生データは DRA、SRA、ERA というところに収められます。で、オープンアクセスじゃない人のデータなんかは、コントロールアクセスの JGA、DBGAP、EGA といったところに収められると、それぞれ、こういったものを、日米欧州で、動かしているということになります。で、ざっくり言うと公開 NGS データがここで、制限公開のデータがここで、それから解析済みデータの公開分が、トラディショナルな DDBJ というところに収められています。で、この DRA ですね、公開 NGS データなんですけれども、アメリカで2007年に開始されて、それに引き続いて、ヨーロッパと日本で2008年に開始して、今データを、シェアしていると。で、どのくらいのデータ量があるかというと、先ほど申し上げたようにすごく多いので、今ですね、今日現在で、2133テラベースですね、その上のオーダーでいうと 2.1 ペタベースが、公開されています。ですので、これをですね、ご自身の、研究対象の生物種であるとか、研究対象の、現象のトランスクリプトームであるとかを自分で実験しなくても、もしかするとこの公開文の中から探してくると、見つかって、自分で実験しなくても、研究できるかもしれないという状況にあります。で、それは、DDBJ では、DRA というところで、提供しておりまして、ここ の、 URL で、あるいは、DRA だけだとちょっと他のものが出てくるかもしれないんで、 DDBJDRA で Google で検索していただければこのページが、出てくるはずです。で、ここのところで、登録していただくための情報であるとか、あるいは、お使いになりたい方はここからデータ検索ができる、状態になっています。で、DRA サーチというものを使うと、キーワードであるとか生物種とかで絞り込みができまして、で、検索結果のリストから、それぞれの、スタディの内容を見ていただくと、こういう、スタディで行われた実験で、じゃあそのデータを取ってきましょう、ダウンロードしましょうみたいなことができるようになっています。で、多分その辺をやろうと思っていたのですが、ですね、
はい、今までご紹介してきた、まあ、それぞれのデータベースの、まあ、ホームページであるとかそれぞれのデータベースの説明みたいなものが、こちらの方のリンクにありますので、あんまり時間もないのでいちいち開いていきませんがぜひ後でご覧になってください。で、今申し上げた NGS というものが出てきてデータがやたらと出てきてまして、それらを検索したり、使えるようになりましょうというところの、あれですね、講習をやってみたいと思います。で、DDBJ で検索という、テーマで、お話ししますけれども、アルサ、ゲットエントリー、DRA サーチのこの3つを、ご紹介したいと思います。この DRA サーチという最後のやつが、今ご紹介した、NGS の生データの検索になります。で、まずこのアルサですが、これはトラトの部分ですね、の、配列をキーワードで検索するものですけれども非常に高速にできます。で、まず、ウェブのさ、ウェブをブラウザを開いていただきまして、DDBJ アルサで ARSA で、検索していただきますとアルサのサイトが出てくるはずです。で、まあ、非常にシンプルな、まあ、Google みたいな、窓が1個あるだけのものになってまして、でじゃ あ、 まあ人のインターロイキン2の前兆遺伝子を含む配列を検索してみましょうというのをやってみたいと思います。でまずホモサピエンスインターロイキン2 と、まあ、ここからコピペしていただくと早いと思いますけれども、ペタッと、これで検索をこの人数でかけて大丈夫かどうかというのはちょっと、楽しみなんですけれども、私は今これが出てきましたがぐるぐるしちゃって出てこないという方いらっしゃいますかね。大丈夫でしょうか。で、これで、サーチしますと、5015件もヒットしてしまうわけですね。でこれは何かいろいろコンタミしているという感じになります。で、ホモサピエンスって書いて あるんですが、実は、ヒューマンではないものですね、ものも混ざっているように見えたんですが、あれこれ大丈夫かな。このファセットというところを開いてあげますと、この、トラトのディビジョンですね、例えば PLN だとプラントであったり、PRI だとプライメートだったり、HUM だったりヒューマンだったりするんですけれども、その、どの、分類で収められているかというので、絞り込むことができます。でこちらのオーガニズム、ファセットというのを見ると、まあ、ヒューマンなんですけれども、まあ、他の生物種も、ね、混ざっているということが分かります。例えばサススクローファとかですね。で豚の配列なんだけどホモサピエンスのインターロイキン2に似ているよみたいなことが書いてある場合には、どうしてもこういう検索で引っかかってきちゃいます。ですので、まあ、例えばこっちで HUM で絞り込んでもいいですし、このオーガニズムファセットのホモサピエンスとかで、絞り込んであげると、数が5000から3776に減りました。それでもまあいっぱいあるんですね。でよくよくつらつら眺めてみますと、これインターロイキン2だけじゃなくてインターロイキンの1とかも混ざっているっていうことが分かります。なので、これはインターロイキンと2でオア検索になっちゃってるんですね。ですのでインターロイキン2というセットで調べたいときにはこのダブルコーテーションで囲ってあげると良いです。ですので、上のところに戻りまして、このサーチコンディションというところを開いてあげますと、これが、先ほど入力した内容になりますので、このインターロイキン2のところを、ダブルコーテーションで囲ってみましょう。でそれでサーチをかけてみます。でそうすると、だいぶ減りまして169になりました。でこれ、インターロイキン2っていうこの並びが入っているものだけが出てくるはずです。でだいぶ絞り込めたんですが、完全帳が欲しいんですけれども、なんかエクソンの1、2だけとかですね、そういったものが入ってくるので、パーシャルとかですね、これに加えてサーチコンディションに、コンプリートとつければ、まあ大体かなり絞り込めるんじゃないかと。でそうすると38個まで絞れてきまして、で、まあ、いくつか
そうですね、まだ怪しいやつがあるんですけども、なんとかライクとかですね、まあ、この中から、眺めてみれば大体この辺りですね、ヒューマン、インターロイキン2、IL2、ジーン、コンプリート、CDS とか、まあ、この辺はかなり本物ですよね。でこういったものを開きますと、まあ、先ほどご紹介した、DDBJ のフォーマットで、誰がやってどういう論文が出ていて、何番から何番までに遺伝子がありますよと、で、配列はこうですよといったものを取得することが、といったものに到達することができます。まあ、これがあのキーワード検索のアルサというものになります。で、いろいろあのコントロールしたい場合にはアドバンストサーチというのがありまして、右の方ですね、右上の方ですかね、あれ違った、サーチコンディションか、あれアドバンストサーチどこだっけ、ここからだといけないのか、アルサのトップから行きますと、ここの、右上のところにアドバンストサーチというのがありまして、で、オーガニズムであるとか、何年何月から何年何月までの間に出たですね、その辺が分かっているですね。あと、リファレンスのオーサーであるとかタイトル、ジャーナル、あとは、論文のパブメド ID なんかが分かっていればここに入れていただくと、そのものズバリのものが出るようになっています。で、クイックサーチでなかなかたどり着けない場合にはこのアドバンストサーチをぜひ使ってみてください。で、ゲットエントリーですけれども、次にこれはあの非常に高速な配列取得の窓口です。で配列の ID ですね、アクセッションナンバーが、まあ、論文見たりしてあらかじめ分かっているときにはこちらを使っていただくと、バッチリ、取得できます。で、これも、まあ、DDBJ ゲットエントリーあたりで、検索していただくか、まあ、もちろん DDBJ のホームページから行っていただいてもいいんですけれども、そうしますと、DDBJ のゲットエントリーというエントリーを取ってくるというファシリティが出てきます。で、ここでですね、例えば、まあ、さっきあのインターロイキン2で引いた中のいくつかのアクセッションですね、M22005-26062D11086 あたりを取りたいよと、入れてあげますと、これで検索としてあげますと別の窓が開きまして、で今の入れた3つ のエントリーが、まあ、瞬時に、出てくるはずです。まあ、こういったつながった形ですね。で、普通にあの、まあ、ブラストとかかけてみたいとかですね、それから別 の解析ソフトに突っ込みたいみたいな時には、多分 DDBJ のフラットファイル形式よりもファスト A 形式といったものの方が、便利です。で、全塩基配列ファスト A というのを選んであげます とこういう形ですね、あのファスト A という形式、1行大なりでを頭にして記載されている、行がありまして、コメント行がありまして、その後に塩基配列が続いているという形のものが、つながって今の3つの配列で取れます。で、これはあの全塩基なんですけれども、そうじゃなくて、アミノ酸配列ですね、今、この、これらのエントリーの中に入っている、コーディングシーケンスのアミノ酸配列が欲しいんだよという時にはこれを選んでいただきますと、このコーディングの中で、5プライムや3プライムのいらない部分を切って、でアミノ酸配列になるところだけ翻訳した配列というのが、ポンポンポンと出てきます。まあ、このあたりはあのアミノ酸の配列を使った解析につなげたい方には、便利な、ものになります。で、コーディングの、塩基配列だけ欲しいというときには、まあ、これで取っていただければ、ATG で始まって、終止コドンで終わる、この3つのセットが得られます。まあ、こういった形であの非常に高速に得られますし、あと連番で取りたいときにはですね、例えば M22005 から M22010 ですね、よくあの論文なんかで、連番で、たくさんの配列が並んでたりすることがありますけども、そういうときにはハイフンでつなげてあげて検索かけてあげます と、その、その、ID を持ったものが連番でサクッと取れます。でこれはあの非常にシンプルなんですけれども、かなり高速なのでファンが多い、サービスですので、ぜひ、お使い、覚えておいてお使いになっていただければと思います。でそれから、あんまり時間がない、DRS サーチなんですけれども、これはあの NGS の生データを取ってくる、サーチエンジンなんですが、
これは DRA サーチで検索していただきますと、こちらね、出てきまして、DRA サーチのトップはこういう形になります。で、アクセッションナンバーが分かっていればここに入れていただく。で、オーガニズムが、例えばアラビドプシスとかですね、アラビドプシスなんとかであれば、まあ、こう入れていくと保管の候補が出てきたりします。で、オーガニズムで絞ることもできますし、で、それに加えて、まあ、例えばそれがエピジェネティクスのスタディで、登録されているのか、あるいはトランスクリプトームなのか、ホールゲノムシーケンスなのかみたいなところで絞り込むこともできます。ただ、オーガニズムを一旦入れちゃうとですね、アラビドプシス、残念ながらこっちのキーワードを同時に指定することができないんですね。で、例えばアラビドプシスのトランスクリプトームの実験でオルタナティブスプライシングの研究をした生データが欲しいよみたいな時には、もうこれ全部一気にこちらのオーガニズムには指定しないでですね、キーワードに突っ込んじゃった方が早いです。こんな感じですね。アラビドプシスのトランスクリプトームで、オルタナティブスプライシングの研究をしたデータセットがあれば全部表示してくださいよというようなことを入れてあげて、サーチかけてあげますと、こういったものが出てきます。まあ、結構あるわけですね。で、そうですね、まあ、もし皆さんご興味のあるものがあればですね、アラビドプスじゃなくてマウスを調べてみたいとか、ヒューマンで調べてみたいとかいうときには、ぜひ今、ここの、サービスのところで、調べて、置き換えて調べてみてください。まあ、ホールゲノムショットガンとかですね。で、まあ、こういった、検索ができまして、でそこから、入っていただいて、アクセッションから入っていただいて、そうですね。で、まあ、スタディのディテール読んで、これだこれだということになったら、それぞれのところから、データを落としていただくことができます。例えばこれエクスペリメントというのは何種類かありますけど、その実験条件が違う、例えば、刑事的に取っていて実験が、0時間のもの、10時間後のもの、20時間後のものみたいなものがあると、実験それぞれごとに、データが非常にデータが大きいので、バラバラと分けて入っていたりします。で、それぞれ の, そのデータの構造というのはこの DRA のフォームですね、DRA の先ほどの DRA のトップのページからですね、このハンドブックというところをご覧になっていただくと、どういう形式で収められているのかということが書いてあります。まあ、プロジェクトがあってサンプルがあって、でエクスペリメントというのが実験条件によっていくつもファイルがあって、その下に欄がぶら下がっているという構造になっていて、まあ、この情報を理解した上でですね、これそれぞれのデータセットを取っていただけると再利用性が高いと思います。ちょっと今ここでは時間がないので詳細に説明いたしませんが、この辺にハンドブックであるとかですね、ホームのところにこの辺が、まあ、サーチの方法とかサブミッションの方法ですね、が詳しくありますので、ぜひご覧になってください。で、分からなければ、日本にあるという強みで日本語で質問をいただければ、日本語でお答えできますので、遠慮なくいただければと思います。で、この辺が DDBJ で検索というところをざっくりとご説明いたしました。で、その後は、DDBJ で解析というところをちょっとやってみたいと思います。で、ここでは DDBJ のブラストというのと DDBJ のパイプラインの紹介をしたいと思います。これですね。で、ブラストというのを使ったことがある方はどのくらいいらっしゃいますか。あ、結構いますね。はい、ありがとうございます。では、この辺はもうざっくりと飛ばしていきます。だんだん時間がなくなってきて焦ってるんですが、で、これブラストの結果ですけれども、まあ、いわゆる配列のアライメントを高速に、探す、似た配列を探してくるというやつですね。で、似た配列を探してくるというのはどういうアルゴリズムかというと、まあ、ざっくり言うと、1本の配列ですね、知りたい配列 と、相手の配列を縦横に並べて、で同じ塩基があるところ、あるいは同じアミノ酸があるところに点を打つと、そうすると斜めにピーッと線が引けたら、それはアライメントであると。
で、まあ、これ非常に古いドットプロットという方法ですけれども、こういうふうに斜めの線が出てくればこの部分が似てますよね。でこれトラザメの ATPS とヤツメウナギの ATPS で、まあ、全域がよく似ている。で非常に遠縁なものでも、これホメオボックスを持っている遺伝子ですけども、症状バイのアイレスとマウスのパックス6みたいな非常に遠いものであっても、ホメオボックスで非常に保存されているところは斜めの線が出てくるわけです。でこれはお遊び的なやつなんですが、ドロシー、クローフット・ホジキンさんの、ミドルネームがアリバージョンとナシバージョンをこう並べてみますと、まあ、こういうふうになるほど、ここのところにギャップが入って、ミドルネームのところにギャップが入って、こういう斜めのアライメントができますよというのが分かります。でブラストというのはどういうふうにやるかというと、その未知の配列を投げ込む と、配列ライブラリに総当たりで、当てていきまして、で類似なものを探していく。で、これはもう計算機にとっても大変な作業なわけです。で、まあ、このぐらいならいいんですけども、例えばこれが1メガ1メガとかだとですね、1メガ ×1 メガのこのマス目を全部用意して01つけなきゃいけないので、非常に広大な空間が必要になるわけです。メモリ空間ですね。だから端折る必要があります。で昔々の方法でファスト A というやつがありまして、これ先ほどはファスト A フォーマットっていうのがあるって言ったんですが、その、フォーマットを使って、計算する、ファスト A というプログラムがありまして、でこれは似た領域の周りだけダイナミックプログラミングで評価しまして、それ以外の部分は全然評価しないというやり方で、メモリ空間を制限することをやっています。でブラストというやつは本当に似たところを見つけたら両側にただ伸ばしていって、で、伸ばせなくなったらやめるみたいな雑な、非常に雑なやり方で、調べています。で、まあ投入された配列をある程度のワードで区切りまして、アミノ酸だと3で、塩基配列だと確か11だったと思うんですが、デフォルトが。で、その類似のワードのリストをあらかじめ作っておいて、で、類似のワードがヒットしたところ、データベースの中でその類似のワードがあったところから横に伸ばしていって、終わったらやめちゃうというようなやり方でやっていますので、まあ、極めて高速で、巨大配列も探索可能なやり方です。で、非常に雑なんですが、そこそこいい結果を出してくれるので、まあ、今、塩基配列を似た塩基配列を探してくるというアルゴリズムではもうデファクトスタンダードになっているものですね。でこれ1990年の論文で、ブラストというのはベーシックローカルアライメントサーチツールの略です。で JMB に論文が出ていますので、ご興味のある方はぜひ検証に当たっていただけると良いかと思います。で、ブラストの種類なんですが、これ英語版であんまり分かりにくいので、こっちの方がいいな。配布資料じゃない、資料の方なんですけれども、ブラストにはいろいろ種類がありまして、ブラスト N というのが、核酸配列と核酸配列の、比較で、ブラスト P というのがアミノ酸配列をアミノ酸配列のデータベースで検索するもので、ブラスト X が核酸配列を投げ込んでアミノ酸配列に対して当てるもので、T ブラスト N がその反対ですね。で T ブラスト X というのは核酸配列核酸配列なんですが、全フレームアミノ酸配列に翻訳しながら当てていきますので、かなり重たいやつです。でメガブラストっていうのは感度は落ちるんですけれども、非常に高速な、サーチができるものです。で、DDBJ でもこれを、提供しておりまして、DDBJ ブラストで検索していただくか、まあ、こちらのところから、開いていただきますと、このような、サイトを提供しています。まあ、非常にシンプルです。お手元にある塩基配列、まあ、例えばさっきのゲットエントリーで取ってきたような配列っていうのをここに投げ込んであげれば、それに似た配列っていうのをまとめ取りできます。でここでは、この今説明した、ブラストの種類の中でブラスト P というやつですね、アミノ酸配列でアミノ酸のデータベースをサーチするものをちょっと使ってみようと思います。でブラスト P をクリックしていただいて、そうするとブラスト P というところが開きまして、でこのオプシンですね、ドロソフィラメラノガスターのオプシン RH2 をコピーペーストしていただいて、まあこれだけです。で今ちょっとは表示が崩れましたが、まあ、その辺はもう全然気にしなくて結構で、このまま投げ込めばいいんですが、なんとなくこのまま押しちゃう人も多いんですけれども、大きなデータセットを使うと遅いので、遅いし信頼できるデータセットを使った方がいいので、一番最初のサーチとしてはこのスイスプロットっていう比較的小さいんですがマニュアルキュレーションされていて非常に信頼性の高いものを使うのをお勧めします。私は個人的に。でこれでセンドトゥーブラストを、多分みんなで押すとえらいことになりまして、ちょっとなんとなくずらしながら押していただけますか。
それでも多分返ってこないんじゃないかなという気がするんですが、後で小笠原さんの方からご説明があると思いますが、遺伝研すごいでかい、スーパーコンピューターがあって、で、なかなか計算能力が高いんですけれども、さすがに、そのさっき言った重たい処理をみんなでガンって投げ込むと大変なことになって返ってこないんじゃないかなという気がします。返ってくるといいんですけどね、ちょっと時間がないので厳しいですね。でこれは昨日かけておいた結果というのがですね、ここに入っており、あ、帰ってきてるわ、もうちょっとすみません、帰ってきてない方は、ちょっとここを見てください。で、こういう結果が返ってきまして、まあ、どういうデータベース中のどういう配列に対して、類似があるか、類似が高い順に並んでまして、でその下の方にアラインメントがあります。これはもうそのものズバリの配列が入ってたんで 100% 類似で入ってますね。でちょっと似たものとかだんだん似てないものになると、アライメントが崩れてくると、まあ、こういったものが、得られます。こういった結果が得られます。でここからですね、クエリの今問い合わせ配列と返ってきた結果をいくつか選んであげて、で、クラスタル W っていうのを押すと、まあ、これもちょっと時間かかるので今飛ばしますけれども、そうすると今度は1対1じゃなくてこれら全部を含めたマルチプルアライメントですね、多重配列のアライメントができる、サイトに、サービスに、つながります。でこれは今ちょっとやりませんけれども、まあ、ここからマルチプルアライメントが書けるということを、ぜひ知っておいていただきたいと思います。で、すいません、本当にバタバタになってきたんですが、で最後にですね、NGS の解析処理支援の、パイプラインというのを提供しています。でこれは PDDBJ ニグエ CJP あるいは DDBJ パイプラインで、検索していただけると、出てくると思うんですが、もちろんすべて DDBJ のホームページから、しまった、また手元でやっちゃった、リンクがありますのでそこから入っていただければと思います。間違えた、 DDBJ パイプラインですね。で、まあ、正式な名前は DDBJ リードアノーテーションパイプラインというんですけれども、こういうものがあります。で、これは何を提供しているかというと、まあ、NGS のさっき DRS サーチで取ってきていただいた大規模な NGS の大量の、まあ、データというのはもう手元のコンピューターではとても処理しきれません。で、DDBJ のスーパコンを使って、計算していただくといいんですけれども、スーパコンになかなかコマンド叩いて自分で使うというのもなかなか難しいんですね。ですので、ウェブの上でですね、ポンポンこのソフトを使ってこの処理がしたいということを選んで、進めていただけると割と簡単に定型処理ができるような、例えばアセンブルですね、新たに、一つの、大量の、データを、組み合わせて、一本のゲノムを再構成するといったアセンブルであるとか、リファレンスが人のゲノムみたいにリファレンスがあるものの上にトランスクリプトームをマップしてどこがどれだけ発現しているかというのを調べるようなマッピング、アセンブルとマッピング、まあ、こういった処理は、簡単にで比較的簡単にできるようになっています。でこれはあらかじめ ID を取っていただく必要があるんですが、デモを見るだけならこのログインアズゲストというところを叩いていただけますと、ゲストアカウントでログインできます。で、これはお手元にあるデータをアップロードしたり、あるいは、先ほど、DRS サーチで調べたアクセッションナンバーが分かっている場合にはそのアクセッションナンバーを入れて、アッドをしてあげると、DDBJ の中で、そのアクセッションが自動的に自分のこのアカウントの中で処理できる形になったりですね、そういったもの、インポートの経緯があります。で、インポートするとこのプライベート DRA エントリーというところに入りまして、これまあゲストアカウントにいっぱい突っ込んであるのでいろいろ出てくるんですが、まあ、例えばこの DRA00001 っていうのはこれは納豆菌ですね、バシラス納豆の、ホールゲノムの、配列になります、元データになります。でこれを例えば、アセンブルしてみたいよというような時にはこの、これこれっていうことで、配列を選んであげてですね、で、ネクストへ行くと、でそうすると、上がリファレンスゲノムマッピング、分かっているゲノムの上にその配列を、重ねていくというものですね。でこれではなくて、ホールゲノムのアセンブルをしたいのでこっちの下のアセンブリを選びます。で、ベルベットとかですね、ソープデノバービスプロタナスとかいろいろあるんですが、まあ、じゃあベルベットで古典的なベルベットでアセンブルしますよと。
で、ネクストに行っていただいて、それがどういう、種類の配列なのか、メイトペアなのか、ペアエンダーなのか、まあ、これはあの配列の塊の種類を表示しているんですが、まあ、これはどちらかを選んでいただいて、で、ネクストに行っていただいて、で、パラメーターを自分で、付けたいパラメーターがあればそれを調整していただいて、デフォルトでよければこのままネクストに行っていただくと。で、自分のメールアドレスをここに入れていただいてですね。で、これゲストアカウントじゃないとここにランっていうあのボタンがあります。でゲストで、皆さんにガンガンランされるとスパコンがえらいことになるので、ここにはないんですけれども、ここまでのデモができます。これで、ランっていうのを押していただくと、まあ早いものであれば数分で長いもので数日みたいな待っていただけるとこのメールアカウント宛てに、終わりましたよっていう返事がきます。まあ、こういう感じで手元にあるデータあるいは DRA にあるデータを再解析するのがスパコンを使うのが簡単にできるようにセットしてあります。こういうものがありますのでぜひ NGS の解析をお手元でやりたい方というのは使ってみてください。で自分でコマンド入力してガシガシスパコンを使いたいよという方はこの後の後の小笠原さんの講習をぜひお聞きになってください。で、ちょうど時間になりましたので、すいません、非常に駆け足になっちゃったんですが、これで DDBJ の、全体の講習終わります。じゃあ、質問は3人の後ですね。はい。はい。